れちゃん、こんばんは。あゆかママです。はい、今日はですね、ちょっと頭がもうチリチリですけれども、月曜日でした。皆さんいかがお過ごしでしたか？今日暑かったね。めっちゃ暑かったよね。もうなんか汗が、でもう髪の毛が本当にセットしたのね、チリチリで。これね、後ろが可愛いはず。どう前はボサボサだけど後ろは可愛かったということで、今日はカイちゃんとゲシと、カニ座の日食かの動画を撮ってきましたし、ニコニコは生配信が、できてたかなと思いますが、生配信見てくださった方、またはニコニコのね、録画を見ていただいた方、ありがとうございます。1時間半ぐらい喋ってたよね、私ね長かったよね。はい、ありがとうございます。で、昨日もね、カニ座についてちょっと話したじゃない。なんかコメントもありがとうございました。ね、いろんなカニ座がいるっていうことで、まあ、もちろんね、あの外面しか良くないカニ座もいるし、内向、なんていうのかな、やっぱカニ座ってさ、今日もね、かえちゃんと喋ってたんだけど、内弁慶っていうかさ、家でさ、すごい態度がでかいんだよねなんか身内っていうか、本当にあの安心してる人に対してはすごい冷たい態度取ったり、すごいひどいこと言ったりする時もあるんだよね。で、外面が良くてさ、なんか家庭内暴力とか DV とかそういうことも起きたりするから、蟹座がね、必ずしも愛があるっていうことではないんだよね。でもその愛のエネルギーがこう間違えちゃってる場合、甘えだよね、やっぱり。うん、身内に対しての甘えとか、なんだろう、安心を得たい、安心を得たい、愛情を得たい、なんていうの、確認したいみたいなところから、なんか辛く当たっても許してもらえたりとか、なんか我慢してる姿を見て愛されてるみたいな、それちょっと歪んだ人もいると思いますね。うん、いろんな人がいる。もちろん蟹座の性質を、いいも悪いも使い分けるのは自分の、まあ、理性だと思うんだよね。で、私の講座ではその蟹座の性質をもう本当に1時間ぐらい丁寧に話してて、でその後蟹座の月から土星まで、こういう影響があって、こういう芸能人がいてって言って、で、まあ、そこで参加してくれた人たちの、そのどういう風に使ってるかっていうのを話してもらうっていうのが私の講座なんだけど、まあ、その参加してくれた方のプライベートの話の部分だけカットして、動画も販売してます。最後にね、あの下の方に出してねって、あの事務局の人が言ってたので、あのラスなんていうのかな、こう最後の方に、ここから申し込めますよみたいなやってくださいって今日 LINE が来てたので、はい、間に合えばやりたいと思います私の、本当に秘書っていうか、自分の本当に私のために動いてくれる方も蟹座なの。それでもうすごい、まあね、あの愛情の深いおせっかいな方なんだけど、私がそうだな、甘えられる人だし、朝起きたら、あのこの YouTube の外装っていうかね、あのサムネイルが出来上がってるっていう、私が夜撮って、彼女が朝起きてサムネイルを作ってくれるっていう連携プレイで、本当にいつも支えてもらってますが、蟹座の人本当に甘えっぱなしでございます。ということでね、夏至と日食っていうのが同時に重なるっていう、すごくこうパワフルなエネルギーの切り替わりポイントだなっていうふうに思います。で、まあね、今日何喋ったかもうすでに忘れちゃったんだけどあの動画をまた、あの楽しみにしてもらえたらなって思います。やっぱりかえちゃんのね、チャンネル本当にあの丁寧に作ってくれてて、旦那さんが本当に見やすくいつもしていただいてありがとうございます。これはね、私の方のスナックがこうやってタラタラ喋ってるだけで、何の編集もしてないんですけど、編集って本当に大変なんだと思う。うん、だから本当に頭が下がります。ありがとうございます。はい、というわけで何を話そうかなと思ったんですが、まあその切り替わりだよね、エネルギーの切り替わるポイントっていうところの意識だと思うんです。で、その時にあと1週間しかないんだよね。まあ1週間もないか、もう月曜日だから。で、まあ今日ね、あの太郎ちゃんが、出馬表明ということで、都知事選が熱くなってまいりました。
私はね、東京都に引っ越してから初めての都知事選ということで、あれ2回目か2回目か、うん、ということで、今回はちょっと、出てる人の数が多いので、その全部なんだろう、全部じゃなくてもいいんだけど、気になってる人が4人いるんですよ私。その人たちの全部その YouTube 見たり、どういうね公約っていうかを言ってるかっていうのを調べたりしなきゃいけないかと思うとちょっとしんどいなんかそれをさ、やっぱ労力とエネルギーと時間かかるんだよね。だからさ、本当に大事なことだし、うん、誰にするかってやっぱりイメージで決めたりね、なんかちょっとなんていうのかな、誰かが進めてるからってことで決めてもあれだし、本当に自分で考えなきゃって思うんだけど、なんか4人分全部見るのかと思うと、まあ、4人以外にもね、まあ、ちょこちょこっと本当にこの人はありえないって思う人以外はやっぱり一応見ないとって思うと、うん、ちょっと疲れるよねで、双子座の金星の逆行がね終わるので、まあ終わるんだけど8月までいるから、あとドラゴンヘッドも双子座にいるから、やっぱり情報っていうものをすごく調べなきゃいけないんだよね。で、情報をもとにこの蟹座のエネルギーの切り替わりっていうのを自分の中でなんていうのかな、意識しなきゃいけないし、もちろん社会も変わるんだけど自分の中でも意識しなきゃいけないんだよね。だからそのなんていうのかな、こう最後の準備の1週間になるから、毎日本当に大切に過ごさなきゃなと思うんだけど、ちょっとなんていうんだろうな、やっぱり忙しくなってきた、また忙しくなってきたっていうのは仕事がっていうよりも なんて言ったらいいのかな、こう例えば明日も NLP で、今までオンラインだったのが学校に行かなきゃいけなかったり、まあ、今日もかえちゃんと撮影が外に出たり、そのためにこう、ね、ヘアセットしたりとか、その前に出かけてたりとかって言って、こうやっぱり自粛モードが外れたことによって、外に出ることによって移動とかもあるから、なんかやっぱりバタ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 するようになったで、うん、で今日渋谷に行ったんだけどすごい人が出てたし、本当なんだろう、あの静けさって何だったんだろうっていうぐらい、私はあのゴールデンウィークとかも渋谷に行ってたので、もう本当に人がいないし、全部店が閉まってるし、映画館も閉まってるしみたいなところだったので、なんかね不思議な感じでした。うん、まあなんかそんな取り留めない話ばっかりで申し訳ないんだけど、みんなもちょっとこの1週間をこの蟹座のエネルギーに切り替わる最後の双子座のエネルギーだよね、たくさん情報を調べて、うーん、新しくそのエネルギーが切り替わるっていうところで、まあ蟹座に入ったらすぐ羊火星に入るし、ヤギ座土星に戻ります。要はいや、あの活動級の、まあ、活動級祭りでね、もう祭りが始まるんですよ。だから祭りが始まるっていうことはもうバッタバタになってくるから、またそのバッタバタに耐えうる、なんだろう、こう生活リズムとかルーティンとかそういうものをまたこう整理していかないといけないのかなというふうに思います。うん、なんか明日も朝早く出なきゃいけないとか思うとやっぱり寝不足になるし、ちょっとなんか、うん、またバタバタしてきたなって思います。なんか活動級の足音がもう私の方にガンガン来てる感じすごくする、うん、みんなはどうかな、もう仕事も行ってて、なんか満員電車も始まったっていうニュースも聞くし、学校も通常授業っていうかね、あの長くなったっていう話も聞くし、うん、いろんなことでこうバタバタしてくるんじゃないかなと思うので、本当に体と心に気をつけて、あの毎日一日一日を楽しく過ごしてもらいたいなと思います。私は今日はあの夏至のカレンダーの資料をずっと作ってました。午前中あの夏至のカレンダーに参加していただける方は楽しみにしていてください。明日にはあのその事務局から連絡があると思います。あとはね、今日ね渋谷で食べたインドネシア料理がめちゃめちゃ美味しかった、それが私の今日の幸せですということで、皆さんも一つだけ今日一番幸せだったことを見つけて、自分にお疲れちゃんって言ってから寝て、また一日、明日も一日楽しみながら頑張ってほしいなと思います。ということで今日も一日お疲れ様でした。朝見てくれる方はまた今日も一日楽しんで頑張ろうとか、一個なんか楽しいことを見つけようとか、なんかそんな風にして過ごしてもらえると嬉しいなと思います。ということでありがとう、また明日ね、おやすみ、私だけがおやすみはまたねー。